はい、持ちました。はい、皆様こんにちは。年の瀬いかがお過ごしですか。今日もジャザさんと素敵なゲストさんで楽しいトークをお届けしたいと思います。今日のゲストさんです。はい、素敵なゲストさんでございます。タムチワでございます。皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。いやもう、はい、落ちてまいりましたね。そうですね。まああと1週間で来年ですよ。嘘みたい。嘘みたいですなあ。、はい、ほんまに。あっという間、はい、1年ぐらいすぐでんな。そうですね。この間おめでとうさん言うたらもうあんた年の瀬ジングルベルで。そうですね。でもあったら、うん、あのね、はい、昔はね、今感じられへんのはうちの母親が生きてた頃は、はい、このぐらいの時期になりましたら、はい、必ずおせちの用意をしてたんですよ。はい、黒豆、はい、炊いたり、はい、棒だら炊いたり、はい、ですからお正月かいなと思ったんですけども、はい、この頃そんなことしないでしょ。しないですね。おせちがよう売れてまんねんで。あのお重がおせちの今ですか。いやいや今百貨店なんかすごい売れんじゃないですか。はい、はあ、まああんまり外出んと家でお正月を過ごそういう感じでしょうね。そうですね。ねえ、はい、えらい世の中になりました。コロナでね。そうでしたね。あの北川さん、今年1年どういう年でした。私はねちょっとあんまり良くなかったんですよ。なんで出んねん。うん、私本当に健康優良なんですよ。健康さあ祇園すずめ でも頑張ってですね。いろんなこと言うとってはってやからね。そうですよ。ほんで私本当にこのまあ生きてきてね、はい、入院なんてしたことなかったんですよ。はいはい、今年初めて入院しました。あらまあ、お産かなんかで、うん、あよくご存知で。いやいやほんまに。いやちょっとあの私やっぱ内部なんですよ。ああ、ほんで心臓の方でちょっと入院。心臓あでも検査入院だから大したことないんですけどね。それを初めて経験しました。ほんでパッと開けたら毛が生えたとかそんなこと思えんのかな。よくご存知で。いやそんなことないやろうけど。だけど、どこが心臓 の不整脈とかそんなんでか。あ私の場合はね、うん、あのこれ見ておられる方もね、うん、あのそういう症状があるかもしれませんけどね。あの どんな症状でした。 左肩がねすごくしびれてきたんですよ。うん、それとあの駅のね階段上がるときにね、うん、ちょっと息切れしました。うん、でも私自分が太ってるからね、うん、そのせいだと思ってほっといたんですよ。うんうん、でも肩こりがしたのがすごく肩こりとしびれが1週間ほど続いたので、ちょっと CT の検査に来ました。うん、それで分かりました。うん、どういうことが分かったんですか。心臓に冠動脈のが3本あるんですよ。ある、はい、動脈ね。その先端がちょっと詰まってて、まあ、本当に初期だったんで。よかったでんな、はい、それ分かって。そうです。なかなか調子悪うてもね、うん、行かはれへんねん、うん、病院に。まあ、明日だったら、明後日だったら。そうそうそう。あの我慢して。するでしょう男性の方でも、あのね、でもやっぱりあのしびれてきたり肩が凝ったりしたらちょっと CT されたらいいと思いますよ。うん、せやけどね、うん、今ね、うん、病院もなかなかね受け入れてくれないんですよ。コロナで。そうです、ね、私の知り合いね病院入院してんねんけどね、うん、見舞いも行かれませんね。行かれません。うんうんうん、ほんで僕ね、あ僕も入院しましたよ。そうそう、師匠も。そうだ、僕も入院しましたよ。私スマホでチラッと見ましたね。脊椎間狭窄症でね、あの腰のところのね、背骨のところに神経通ってるやつのね、うん、周りの骨がこう詰まってもて神経が通らなかったんですよ。あら、ほんで入院しましてね、うん、ほんで背中にあの、うん、内視鏡で穴開けて、あら、ほんでその神経通ってるところの前の骨をキャッ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 と削りまして、うん、いやいや、ポリポリポリ、あ、ポリポリポリでもないか、削りまして、でもすごいですね、はい、悪類にはもう歩けますね。歩けへんかったその時、はい、もうちょもうか、あ痛い痛い痛い言うて歩かれ、ほんま歩かれへんかったんですよ。うん、それ手術してもったら、うんうん、悪類からもう悪類から歩かしますね、このリハビリで。あの事実はね、そうそう、うん、神経が麻痺しないように、麻痺せんように、それから筋肉へたらんように、うんうん、弱らんように、はいはいはい、歩かしますね、うんうん、悪類から歩かしまして、うんうん、こんな袋持ってますね、はい、それあの血の袋、うん、あの出血出るからその血の袋をつけたまま歩いてました。いやー、それからね10日ほどで退院ですわ。はい、ほんだら割と短いですね。ああ、内視鏡やから。うん、昔はこう切って、開いて、骨削って、うんうん、下手な人は神経キュッと傷つけて、うん、あの風になっちゃう。そうそう、まあ、になる人がいたってけど、うんうんうん、この頃もう技術でも良かったね。良かったですよ。だけど怖いんですよ。
で痛い時に、ね、病院行ってね、うん、先生が「ええー、ことと悪いことがありますけども、はい、2つあるんです、ええー、ことと悪いことと、うん、どっちが知りたいですか?」ってこないんで、変な聞き方やろ本当ですね。そうやん、はい、ほんならね、やっぱり悪いことやっぱりそう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 、人間の心理としてね、はい、そう、さっき、あの悪いのはどういうとこ悪いんですか?って聞いたらね、脊椎間狭窄症、これは手術をせなダメですって言われた。あ、はい、いやー手術怖いな、うん、友達の周りでも、はい、その、うん、椎間板ヘルニアとかそういう手術して、はい、あの下半身不随になったり、うん、足に麻痺が残ったりするのが効いてる境に、うん、うわっ、こんなヘルニアになるんちゃうかな、怖い、腰は怖いって聞いてます。先生、それ、うん、それ手術したら治るんですか、うん、あ、治ります。うん、ええことは、あ、すぐ治るということです。へぇ、入院しますので、はい、今入院前ちょっと待ってください、ね、はいはい、入院前10日ぐらいあったんですかね、うん、病室が開くまで、うんうん、で、手術の日程が決まって、うん、でそれまではね、うん、ほんまに治るんかと思いますね、やんか、家帰って思うと思う、あ、階段も上がられへんし、うんうんうん、横になっても痛いしね、うんうんうん、ほなね、あの太ももの裏側とね、うん、ふくらはぎの裏側がね、つ、うん、りますね、あ、神経圧迫されて、あ、なるほど、歩かれるんですよ、はい、もうね、腰曲がってね、うん、昔のあの、うん、お役所のおじいさんがこう腰曲げて歩いてましたよ、うん、あの杖ついて、 あんな感じですわ、かばうわけね、結局かばうからこう、歩かれるんです、なる、うんうん、そこまで行くのにね、うん、もうほんま歩けないんで、そんな感じ、そうでも大変ですね、大変です、立っても痛いし座っても痛いし、そうそう、ほんでそれがもう人生治りまして、手術して。すごい、でも医学ってすごいね。うん、そうやけど、ね、誰も見舞いも来られへんし。行かれないから。退屈ですよね。はい。退屈。もう退屈、退屈。あの、北川さんもあれでやったでしょ、病院に入院、何時間入院、私は本当に、普通、一泊二日。何や、いや、いや、そんなもん、そんなもんさ。いやいや、私は元気だから一泊二日なんで、本当、うん、もっと悪い人はいつか暮らされるんですよ、実は。あの、カテーテル言ってね。あ、カテーテルね。うん、あの、私は。カテーテルで、あの、血管からずーっと。そうです、ここの右から、もうあの人、ここからですか、ここ、それ、局部麻酔なんですよ。ほんで、お医者さんがお話して、てるのが全部聞こえるわけです、うんうん、ギリギリギリとか、あれも怖かったですよ、やっぱり私初めての体験だったから、うん、僕ね、うん、今年ね、うん、あの手術は2回してますね、あら、下肢静脈瘤っていうのあってね、あの足の太、はい、足のふくらはぎのところにね、はい、血管がボコボコ浮くんですよ、うん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 、あ、そうですか、下肢あの僕あ知ってます、はいはい、血管がずっと出てくるんですよ、うんうんうん、ほんでその下肢静脈、僕ねスポーツジム行ってましたよ、うん、ほんならね、うん、半ズボン履くでしょ、うん、でそこでジムであの動きもありませんか、うん、他の人がね、うん、あの血管がブクブクブクっと浮いてんの見てね、うん、なんやおかしいな、お前それになると思わなかったそうそう、人は思ってへんやろうけども何事とかもないです、そんな目で見てるのちゃうかなと思ってね、うん、ほんで下肢静脈瘤の、あの手術しました、うんうん、ほんならね、うん、部分麻酔ですよ、うん、全部聞こえますね、そうそう、あれ嫌でしょ、嫌ねわかります、わかる、嫌でしょ、ね、ほなね、どんなこと話してる、あ、ここ、ちょっとそこ引っ張って、あの、もう引っ張りにくいね、これとか、それは全部聞こえるんですよ、そうです、もうそれから、今日はどうすんの、行くの、飲み会の話までしてる、全部聞こえる、全部聞こえる、そうそう、ほんで、うん、まあそれもすぐ治りましたけどね、うんうん、あ、よかったよかった、だから2回してます、ほんで健康診断とかをね、うん、ね、そう、行かなきません、行かない、それをね、そうね、健康診断は絶対必要ね、絶対必要だよね、でも行って何か言われたら言うのでありましたろ、何か言われたら怖いな、言うのがあってね、ほんでそれから退院して家で、ほんでね、みんな言われません、あのここの下肢静脈瘤の手術した時の先生も、うんうん、それから椎間板ヘルニア、椎間板ヘルニアから始まったんですけれども、うんうん、で この脊柱管狭窄症の先生も、うんうん、でこの間靭帯をね、はい、膝の靭帯がね、うん、ちょっとちぎれまして、あら、そうですか、何スポーツでですか、いやいやいや、階段を駆け上がってたから、あ、そうですか、あら、膝の靭帯がプチプチって切れまして、ほんだらまあ痛いの、まあ、痛いと思いますよ、痛いの痛ないのってね、うん、ほんでお医者さんっていうのはね、うん、患者の痛いのあんまり気にしまへんな、う
自分がわからないからそうそう、そんな でね、その膝でね、形成以外行きまして、形成以外行ってね、はいはいはい、で、これ、もうブチって言ったんですけど、うんうん、ああ、これ、ああ、人体切れてるわからんな、うんうん、ちょっと垂れてるね、うん、ちょっと水も溜まってるわからんな、うんうん、で、ちょっと見てたらね、うんうん、ちょっと抜いてみようか、うん、何を抜くのかなと思ってこんな太い針ね、ここへブソーされてチューやったらね、80cc ぐらい血と、それからあの溜まってる水が出まして、はい、水も、はい、うん、あ大丈夫や、そんなに太い人体切れてへんわ、これ、うん、ちょっとだけやな、うん、なんでか言うたらな、これ水も混ざってるやろ、うん、で血液と、普通真っ赤っかやねんけどな、うんうん、君の場合はこれはピンク色かロゼかな、ロゼか俺の膝はワインか、ほんまにえ？でもそのお医者さんってユーモアがありますね。そうそう、ユーモアがあるからリラックスさ、リラックス、そうですよね、師匠にリラックス、リラックス ね、そう、と思う、だいたいそういう先生ですね。でも先生も言うですよね、うん、でもあの安心するでしょ、あんまり深刻な先生だったら心配するやん、うん、そう、深刻、昔ね、深刻な先生がおったんですよ、あやっぱり京都で、うん、で僕もね、うん、こっちがしびれましてね、あら、はいはい、ほんでね、うん、ここの脊髄、脊髄だ、脊髄じゃないし、今日ここ、ここね、ここの骨ね、首首首、はい、でこないしたらね、しびれが取れますね、はい、うん、これおかしいな、これ詰まってんのかな、うん、と思って言ったらね、うん、その先生がね、うん、もうその明るくない先生なんだよな、脅かすの、いや脅かしてない深刻な顔して深刻な顔して、こんなん言われて余計に落ち込むんだよね、なんか、まあいろんなこと考えられるな、うん、それ怖いでしょ、怖いな、この病見てたら、そうそう、ドキドキしてきてる時ね、詰まってもそういう風になるしな、いろいろ考えられるけど、脳に損傷があってもそれあるし、脳腫瘍があってもその時ドキドキですね、ドキドキするから、ドキドキです、分かる分かる、うんうん、まあそんな先生もいてた、うん、そうそう、でも明るい先生の方がいいな、やっぱり、まあ、そうですね、そうだよね、まあ人間ね、ポジティブに明るい生きなきません、そうですそうです、ね、来年はええ年にしたいと思うんですけど、あ、ね、なんかすごく星座ではいいらしいです。星座ちゃうもんね。四柱推命。四柱推命ではすごくいいあれでしょ。四柱推命、来年真っ白。真っ白。いや。よ、真っ白けですって。ついていきます。それについてこないでも。ここまでいい。でもね、人間思いようですわ。はい。ほんでね、なんでか言ったら、もうこれ以上悪いこと起こらんやろ。そうですね、もう全部今年で全部消化したなと思い、気が楽です。今年は大変な年だったんですよね、みんな大変、どんな年だったんですか今年は。今年ね、お正月仕事を2回してその後全部キャンセル、おー、全部キャンセル、はあ、で、公共事業、公共の仕事多いんですよ、あの祭りとかね、そんなんがあるからね、ほんならもう市とか区とか県とかというの仕事は全部アウトです、アウト、なくなりました、もう電話かかってくるのね、バッて携帯かかってきて、なくなったんですか、そうですそうです、それつぶれないでしょ電話、いや取りますね、それもうさっき言う前に、はい、なくなったんでしょはいそうです、申し訳ございません、ね、でもなんか電話かけてきたらビックッとするもんね、また、ね、ネガティブに考えてしまう、改めて、うん、だからね、それで、あそうそう、あ仕事しましたわ、一回だけね、うん、あの前田さんっていうね、昔からお世話になってる会長さんが、うん、30、80歳のお誕生会をやった、それぐらいですかね、うん、もう祇園祭りないでしょ、うん、あそうだった、祇園祭り京都で番組やってましたからね、祇園祭りでね、ちょこちょこちょこっと仕事あるんですよ、なんか KBS の司会ずっとされてたでしょ、祇園祭りの関連の仕事があるんだよ、祇園祭りの、足洗いとか、足洗いって、収めるときに、みんな宴会したり、でそのところで司会したり、そんなのがあるわけですよ、ほんで天神祭り、船に乗りません、天神祭りなくて、天神祭りなくなっちゃう、で天神祭りに付随する仕事もあった、全部もうそうだ、新年会、忘年会、新年会は全くない、全部ね、こっちもあのブラックカンでいつも1月、新年会、去年あ去年参加しましたね、私、すごい素敵だった、今年は、来年はもう1月はもうできない、ああできない、そうや、そうや、政治家さんでもね、菅総理さて、あんた8人で飯食うたいて
問題になったり ね, ね、議員さんなんて60人集めて宴会したとかね、みんなそこそこ離れてまねで、かまへんやないか、そんなもん。断られたホテルが大変ですよ、ね、予約してて。そうだよ、ホテルは大変だと思うね、旅館とかね。そうですわ、キャンセルだ大変やな、うんうん、ほんであの、うん、バンケットって言いますか、あの用意したり、それからのボーイさんにしても、うん、あんな人らの日給もなくなるわけだからね。そう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 、大変、まあ、回らへん、まあ、大変。いろんなもうあのビジネスのね、うちの会社でも、うん、僕あの貿易したねしてるんですけども、うんうん、もう海外でも結構やられてるんですよ、アメリカも南米とか。そうですね、お客さんの注文がすごく減ってるし、だからもう日本でもなんかもうわずかの注文でもなんかのコンテナ出すのも港がもうね、もう渋滞で動かない、もう物件が取れないとか、そういう状況なんですね今年は。でもネガティブの方に考えるのは嫌だなと思って、もポジティブな方だから、僕らにとっては今年はあの要するに前向きに考え、ポジティブという感じで考えよう、いろんな嫌なことがあったんだけど、でもね、もうこれ来年に向かって、うん、そうだね、いっぺん全部チャラにして、うん、またリセットしなくて。でもね、チャラにかわいそうですよ、うん、この震災橋でも道頓堀でも全部店がポコ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 なくなって、ね、あんになってますやろ。そうですね、閉めてるもんね、うん、もう昔震災橋歩いてみないな、日本語聞こえへんかってんから、母ちゃん聞いよ、おちょおちょ、あーちゃやーちゅよーって言って全部、ちゃまんちゃちゃまん近いよ、おちょいや、なーにおやーって言って歩いてましたやんか。それがそんなの全く聞こえへん、今も日本語ばっかり。本当ね。薬屋さん、薬局ありませんか、ようさんできてませんが、あんなとこもいっぱいやった、今ガラガラ。今ガラガラだね。で中国の人置いてへんのかなと思ったら、店員さんが中国の人ね。あ、そう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 。これでいいですか？言って言われて、はい、いいです。やっぱりあのモノマネがものすごい上手やわ。ほんま、あのね、あの僕ねモノマネね。長いことやってもらってもう50年ですわ、うん、50年だからね、うん、昔万博、うん、大阪吹田の万博ね、私はよく大学くらいの、ご存じないと思いますよ、ね、吹田に、ね、テレビの、ね、テレビの、そうそうそう、南はこんにちは、こんにちは、そうそうそう、ご存じ、テレビね、テレビでね、テレビあのその万博の時がデビューですわ、うん、1970年、うんうんうん、69年からちょっと師匠にはついてたんですけども、うん、70年、うん、それからちょうど50年、うん、50年ですわ、もう半世紀、すごいですね、えらいことですせ、無茶振りしてもいい、はい、どうぞ、なんかちょっとモノマネ、あ、モノマネいいですね、モノマネね、モノマネね、この頃ね、やってもね、僕のモノマネ知ってる人いてん、私、麻生さんのあれする、いやいや、知ってる人いてないんですよ、そう、例えば、多分ね、あのね、見られてる方は、見られる方はご存知だと思います、だから、うん、あの僕らのモノマネね、昔の人っていうのは知らん人が多いからね、うん、昔の人がこんな感じやけども、うん、これをちょっと変化させたらこんなモノマネになりますよというのをやるんですよね、例えばね、ああ、そう、麻生さんやったら芦屋雁之助さん、してありますよ、おいです、お手が雁之助でもついこと言えはる、これを東京弁にして雰囲気を変えると麻生さんになる。基本的に皆さんがで経済というものはこれは生き物だから、これはみんなが一生懸命金を使うと景気良くなっちゃうんで、ねえ、わかんでしょ、どこなる、いやーやっぱりわかりやすそっくり、そっくり、そっくり、あのものも、うん、ちょっと雰囲気を変えると人物が変わるというね、はいはい、それはどういうとこで練習なさいの、あの、ね、もう天性のもの、いや天性の問題なし、はい、これはポイントがありましてね、はい、あの何歩練習してもできん時あるんですよ、うん、人物によって、はいはいはい、ほんで、ね、パッと聞いてできるものまでもあるんですよ、あれはなんかあの、うん、その人物のフィーリングとか全部もう吸収するんですか、吸収してもうモノマネはできるというか、だって行動だけではないでしょう ね、考え、その人の考え方とか全部もう理解して、あ、それはね、あ、おっしゃるよね、うん、モノマネというのは昔は声だけにさしたらよかったんですよ、うん、で、うん、声色というところはね、うんうん、例えば歌舞伎の、菊五郎、何代目菊五郎とか
今なる金は根性本能とかね、これでよかったんですよ、うん、あの、うん、ありきたりのセリを喋ってるから、うん、それが今おっしゃるように、うん、思想模写っていうかね、その思想の持ってる感性とか、うん、そうですよね、その人の持ってる言いそうなこと、うん、そういうのを喋らす、ですから麻生さんが、基本的にこれはなんていうか経済というものはこんなん言うたことない、あ、なるほど、でも自分で作って言いそうなこと、ね、飲みに行っちゃ悪いってことはねえんだよ、ホテルで俺が飲んで何が悪いんだよ、まずそれぞれ何やるみたいなね、そう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 、それから、うん、その思想模写みたいな、その人の考えてること、言いそうなことを喋るというのが今のモノマネです、そうだよね、絶対それが大事だと思うね、すごい、昔はね、ほんまに声色でよかったけど、それ変わりましたもんな、まあね、うん、そやけどもちょっと芸風を変えていかなあかんなと思ってます、うん、あのね、うん、僕ね、こういうふうに出してもらって喋らせてもらったのはね、1年喋ってへんとね、言葉が出てこない場合があるんですよああなるほど、はい、舞台立ってへんと、例えば司会をしてて、誰々さんです紹介するときね、うんうん、これ舞台立ってんとね、うん、なかなか出てけへんときあるんですよ、頭の回転と、うんうん、それからあの曲の紹介なんかでもね、うん、例えばね、ああ老いたる者には次に青春の教師を、和光堂には呼ぶと再び帰り来たらぬ日中の私、時は流れ時代は移り去ろうとも人の心に残る名曲というものはいつも人の心に感動と涙を呼び起こすものです、うん、さあそれでは聴いていただきましょう、うん、北川景さん祇園雀です、とこういう感じで行くと、いやお上手、いやいやスッと行く、その言葉がね、うん、シャッ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 と出てけへん、うん、長いことやってへん、はい、ですからこういう、私分かりました、だからあの今されてるでしょ、ああそうそう、それも、まあ、ここあれですか、ここでもやらせてもらったそれもあるんですけどね、あのね制約が多すぎてね、あら、あの舞台とかそれから今の地上波とか、はい、それからもう自分のこと好き勝手に、うん、例えば、うんうん、商品名言うたらあかんっていう、あれスポンサーって言ったらね、著作権の問題、著作権の問題もして、もう好きなこと喋れることをやりたいなと思ってですよ、うんうんうん、でね、自分の中でもね、うん、こだわりがありましてね、うんうん、というのは、うん、昔ですけども、うん、今からその50年、40デビューして2年目3年目ぐらいから、うんうん、47年ぐらい前にね、うん、ラジオ大阪でね、うん、サントリー出前寄せがあったんですよ、はい、でそれでね、うんうん、出前持ちいうのがありましてね、うんうん、いろんな場所にその演芸をお届けするという番組で、ね、ラジオを録音して、はいはい、例えば結婚式場でありますとか、還暦のお祝いのとこがありますとか、町内会の集まり、そこへお笑いを持っていくんだよ、で出前もちゅうのは、毎度おきにサントリー出前寄せ、今日の出演はこの方ですって出てもらうんですよ、で演芸があって、今日はどこそこにあります何々さんにお邪魔いたしました、出前もちはサブショーでした、今日は皆さん方サントリービールで乾杯しましょうとかあるわけですよ、こんなね、おもろいもんでね、うんうん、芸人ってね、うん、割合にその犬と同じでね、うん、短飼われたらね思わせねんちゅうのがありましたね、はい、あのウイスキーはね、うん、必ずサントリーの飲みますもん、あ他の飲まない、あなるほど、で、そのヘネシーとかいられません、うん、あの、うんうんうん、ジョニー・ウォーカーとかありません、うんうん、外国の、うんうん、スコッチでもありません、ね、うんうん、とにかくどこ行ってもサントリー、サントリー、うん、で、そう、そんでね、それからあとね、うんうん、キリンの一番絞りっていうのの、キャンペーンを芸人がやったんですよもういます、もうキリンばっかり、あね、朝日の朝日中元で送ってもだろうね、はい、あのキリンに帰ってくださいって、じゃあ本当に佐賀佐賀に帰ってくるんですよ、はい、うんうん、からね、うん、すごいね、そやからね、変わってきたり、うん、変わってきたからね、うん、あのこの間ね、持続化給付金っていうのあったんですよ、はあはあ、芸人がもうて、はいはいはい、これはね、うん、もっぺん給付金、あの政府は渡すべきでんな芸人、
芸人に、ね、そうですね、ほんならもう今度の選挙強なるよみんな言いたくてでもこの日本です、素晴らしい国ですよ、うん、ああそうですね、ね、うん、そうだよね、そのこまで芸人に寄付金を、うん、そうですよ、みんな感謝してますね、うん、せやけど気の毒なことにね、うん、僕らまあまあなんとかちょっと昔の蓄えで食ってますけど、うんうん、若い子で、あ、そう、仕事ないでしょ。そうですね。ほんで今までバイトで夜もバイトしてましたんか、うん、スナックとか、うん、居酒屋で、うん、そうそう、そのバイトがないんですよ。ああ、そうだね。そのバイトがないっていうことはね、うんうん、そこで、うん、あの飯食わしてくれたんです。あ、わかる。あ、はいはいはい、はい、晩飯、うんうん、ば、はい、うんうん、ね、うん、それも食えないんです。ああ、そうや、大変、大変、そうね、ほんまに。はい、そうですね。ね、でこの間ね、あ、うんうんうん、あの、あるとこ行ったらね、うんうん、おいおい、あの恵まれない子にあの給食いうのがあったんですよ、うんうん、あのある社長さんでね、うんうん、はいはいって、うん、ちょっと出したけどね、うん、考えたら、おいらも若い芸人と俺の方が恵まれてないから、いやいや、でも世界でも、うんうん、食べられない人もいてるからね、そうだよね、うん、1日100円あったら命がつながるいう子もいてるんだからね、そうそう、あ、そうです、そうです、あのね、そうです、うん、うん、まあまあね、うんうん、まあ、100円は、うん、我々大丈夫やからね、そうですね、ね、まあ今年は大変でしたね。大変でしたね。来年はどんな年に、いや、来年はね、うん、あの北野さん、はい、桜を見る会やりましょう。桜を見る会やろうかなと思ったら今日桜餅持ってきてる。美味しかったでしょ。あ、美味しかった、美味しかった。でもいいアイディアと思いますよ。いいアイディア。もう明るい、明るく、前向きに、前向きに。だから京都のね、祇園のね、花見小路からずっと抜けて、はい、あの、うん、高瀬川のとこありませんか。高瀬川、市場通りからちょっとこいったとこ、高瀬川、何なりあれ、辰巳、うな、あ、お稲さんのとこ、桜がバーッなりますね、あそこではね、あのキャンペーンやって、祇園スズメを撮ったりして、よろしいから桜を見る会で、したい、したい、ね、して、して、いや、ほんまに、ね、いいと思います、ね、いいと思います、うん、桜を見る会、そう、うん、でみんな5000円ずつ出すから、ちょっと、タランプは出してもうて、なるやな。ねえ、そやけど国会でもあんな見てて、今せなあかんこといっぱいあるのに、うん、しょうもないことばっかり、あの野党ってアホかな、あれ、なんか国民は国民みんなはどんなことを感じてるかっていうのを感じなあかんねんけどね、うん、別に、そうだね、あの、まあ、野党として役割果たしてないもんね。そうね、安倍さんのね、うんうん、桜を見る会なんかもう、今コロナの対策、国はどうするか、野党は案を、こんな案があんねんけど、うん、どうもこの案せえへんかっていうのが野党ですやんか、うんうんうん、そうですね、そう、うん、議員を辞める気持ちはありますか、んなしょうもない。そうですね、ほんまにな、高槻のおばちゃんもどないじゃもないね、あれ、ああ、ね、はいはい、いろんなことがありますね、うんうんうん、まあね、まあまあ、そんなんで今年はどんな年にしたいか、え、そうそう、こ、ど、あ、来年、あ、来年、来年、来年でしょ、そうそう、来年、来年は、私来年はね、あの初めてここで言うんですけど、ね、はいはい、ちょっと新曲出すかも、おお、新曲、それ頑張り、いいね、いいね、それ頑張りたいなと思って、あ、4月頃になるかな、今のとこはそんな予定、うん、それ頑張りたい、4月、うん、素晴らしい、うん、リフレッシュな感じでね、あ、そうそう、新曲を出して、今までない頃と変わったのをちょっと、うん、うん、ね、やりたいな、まあ、そのために健康やなかったら、ね、そうです、うん、第一に健康ですね、うん、1にも2にも、僕ね、びっくりしたんで、何を、年をとっても元気な方っていうのは、うん、よーもの食いますね、うん、食欲ありますね、すごいです、そう、でも食欲があることはいいことじゃないですか、いいこと、そう、でもこんな言うてもね、うん、中村やすさん、中村さん、中村さん、アフを聞きましたね、中村さん、中村さん、周りでして、どん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 なくなっていきますやんか、でも元気な人はね、一緒にお食事しててもね、量がちゃいますね、やっぱり大村昆さん、はい、大村昆さん、はい、89ですよ、あ、そうですか、ライズアップ行ってありますね、結構量食べてるんですか、え、僕ら量さんでもあの方
スマートでしょ。スマートスマート。それからライザップ行って筋肉鍛えた。筋肉筋肉くないや。それがいいと思う。それがいいと思う。うん、あ筋肉なんや。いやいや、ほんでエクササイズとかね。うん、運動して、うん。奥さんと一緒に、うん、今でね30キロのバーベル上げた。80キロですね。30キロ。うん、バーベル上げたいもん。でも私今日すごく安心しました。うん、田淵師匠見たらすごく顔色が良かった。顔色。うん、ほんで全然痩せておられないでしょ。いや、これからなんねや。あかんのか。あ、そう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 。あ、そうそう、さっきの話を続けるけど、その、整形外科の先生、ね、腰の先生、うん、で足の手術先生も、全員が、田淵さん、痩せなさい。本当全員に。最大みんな言われるのよ。全員に言われるね。痩せなさい。でも食べ物によ よるんですよね。たくさん食べても、でもバランスがいいものとかね、食べたらいいと思う。いや、バランスいいもの食べてるんですけどね、うん、僕ね、悪いとこはね、うん、ちょびちょび、あ、昼飯でもね、うん、ビール飲んでしまう。ああ。ビールいっぱい飲んでからご飯食べたりしてしまう。はいはい。ほんで、ご飯食べた後、うん、晩にね、うん、そう、アイスクリーム。アイスクリームはオンバランスなところがあるもんね。あれアイスクリームはちょっと太っちゃう。まあ、あかん。あ、僕ねポテトチップスとかね、うん、あんなは食べないんですよ。ポテトもダメ、あんまりよくない、あんなはダメなんですけどね、それからその代わりにアイスクリームをバランス、いやいや、アイスクリーム以外にあのね、あの芋けんぴでね、あ、芋けんね、あ、アイスクリームね、うん、あれあのこんな大きいやつありませんけどね、 あれ皆さん言うときますけども、うんうん、どっかに移して食べるようにしたらいけませんね。あ、なるほどね。あ、そのまま食べちゃったら全部食べちゃう。そうそう、うん、私テレビ見ながらね、うんうん、こんな大きいやつにカップ見ながら食べたね、あ、全部食べてもたって言われる。ほんであの芋けんぴになってね、うん、こんなカンカン入ってますね、うんうん、カンカン、カンカンって、それを置いてポリ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 、えぇ、ー、半分食べてるみたいな。あれはもうテレビ見ながらもうスナックとか食べたら一番危ないでしょ。全部食べてしまうね。だからもうね、そういうのをね、今年からもう心に決めて来年は絶対に食べんとこと思ってね、うんうん、食べんとこっていう、バランスよく食べるのは一番いいですよね。まあ今ね、タンパク質とか、うん、そういうものを食べて、うん、ちょっとした運動とかで健康診断と、うん、そうそうそう。いや、運動もしてましたよね、僕。あ、そうですか。運動もね、今年の5月、6月ぐらいまで1日10キロで走ってまして、うん、あ、すごいね。10キロも走りすぎです。そうそう、ねえ、絶対ね、そんなハードすぎる、はい、うん、でそれが膝に来てるのちゃうかって言われた、うんうん、あ、それはね、多分それ、うん、でもね、ほどほどにもう 1日10分でもいいとか言われたんですよ、うんうん、はい、歩いて走って、歩いて10分15分ぐらいで、そう、そういう、うん、でもあのね、面白いですよ。あかんって走りすぎや。あのね、うちの家から ね向こう側いうとこありましてね、うんうん、向こう側の土手をずっと海まで走ってね、うん、で海からずっと帰ってきますね、うん、はい、それでちょうど 11.2 ぐらい行って、11.2 は、そう、すごいですよ。いろいろ持って何キロぐらい、うんうん、時間的に1時間ぐらいですよね、うんうん、走りませんか、うんうん、まあね、あの仲間がいてますね、うん、あの走るランニング仲間、バタナみたいな、そうそうそう、みんなね、うん、ほなね、走ってたらね、いつも負けるおっちゃんいてますね、僕が負けますね、はいはいはい、早いんですよ、はいはい、このおっちゃんに負けるって僕より年上やと思うんですよ、うんうん、もう、ね、うんうん、細いガリガリのおっちゃんやね、うんうん、うん、頭はげとるしね、うんうん、いやいや、まあそんなんええねんけど細いよ、日焼けしたおっちゃんさ、早いね、ピャー走れ、向こうもライバルしてるやーね、そう、向こうも負けるぞ、向こうも負けるぞ、向こう思ってない、こんな豚に負けるかと思ってるやんか、こっちはこんなハゲに負けるかいなと思って一生懸命走れ、うんうん、それがあかんかったでも、あの、でもそれはいいことだけど、ほどほどになさって、そうやね、ほどほどね、お酒もほどほど、何でもほどほどやけどね、うん、でもあの、お昼のお酒をね、うん、ある程度減らしたらどう、え、お昼、あ、お昼ね、ビールね、うん、ビールね、でも美味しいもんね、そうそう、だけどね、あの、この頃ね、うん、ビールでもね、糖質ゼロ、プリン体重、ああ、糖質ゼロ、そういうのあるんですよ、うんうんうん、で、やっぱりね、うまない、なんか飲んで終わってからなんかもうなんかリアルのビールと違うんだよ、ね、うん、ああ、ちゃうちゃうちゃう、喉越しっていうか、なんかそういうね、せやけど喉乾いてたら一緒やけどね
カラカラに乾いたりしやけどね、うん、でノンアルコール、うん、あれも最初ちょっとちゃうねんな。じゃあノンアルコールって聞いただけで嫌だわ、うん、なんか昔のノンアルコールはもっと美味しくなかった。今のだいぶ美味しくなってますね。徐々に改善してきたんだけど、うんうんうん、で今なんかあの、うんジンを炭酸で割ったり焼酎を炭酸で割ったり、うんね、ビールやなしに、うんうん、そっちの方がプリン体も少ないし、うんうんうん、焼酎なんてカロリーが少ないでしょ。はいはい、そうですね。まあまあそんなのちょっと変えてますけどね、うんしかしやっぱりあの、うん、ウイスキーはサントリー、ビールはビールはキリン、キリン決めてるさかい忠実な方です。すごくね、そう僕思ったんですけどね、うんうんうん、あのまあコロナの自粛ね、うんうんうん、中にみんな多分酒が減れるんじゃないかなとか、あ、はい、でも逆に増えるんだよね、うん、テレビの見る時間が増えてきたらなんかだんだん食べたり飲んだりする。そうそう、だからコロナ太した人多いですね、ね、やっぱりどうしてもお家で ね、見てられちゃう、うんうん、そうだけどね、うん、あのレストランとか、うんうん、それからあの居酒屋とか、うんうん、行かれへんのもあれやけども、あの出前がね、うん、この頃いっぱいありませんか。うんうん、そうだよね、出前、うん、あそうなんです。ウーバーイーツとかいろいろあるね、自転車の自転車で、ああはいはいはい、ウーバーイーツ、ウーバーイーツとかいろいろあるね、うんうん、でね、いつもそれ出前思うんですけどね、うんうん、この頃は何本持てんやろうと。でも結構あのもらってますよ。いやいや、せやけど出前1回どのぐらいの金額払います？じゃあ私は恥ずかしながら出前したことない。あ、したね、うん、分からないです。僕らやったらピザとか、うん、そんなもんでしょ、うん、お寿司とかそんなもんですやんか、うん、持ってきてくれませんか、うん、払うの3000円ぐらいですやんか、うん、店なんぼ取ってこの子らなんぼもらえんやろと思って、あ、遠いところ。あ、それこれでも結構件数が多いから、うん、大概ね、例えば、ね、うん、一つの出前を、うん、例えば難波から、うん、梅田まで行ったとしたら、で梅田からまた取りね、梅田の店の近くに取って、うん、でそういう風に戻るんではないんですよ。ああ、そこからそこからまたね、梅田の店から取って、ね、また出前店でその近くに、でだん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 空いてるんですよね。もう知らない間東京来ても大丈夫。そういうのもあるんですよね。もう知らない間にもすごい遠いところから離れて、でも、うん、点数は結構あるんですよ。うん、でもう30万40万稼げる、いつも、うん、よし俺明日からテレビでやってたんですよ。いやそれは手痩せますやん。運動にはなるしやな、お金になるし、お金になるし、こんな一石二鳥だね今な。どうフィットネスクラブ行ってダイエットしようと思ったらそう、ね、お金ももらえるしね。ダイエット行ったら何十万かかりますよ。ほんとです、そうか、それ考えよう、その手もあったねえ、うん、そうですか、面白いね、まあ来年ね、うん、ええことはあるかなと思って考えたんですけどね、うんうん、初っ端のね、エベスさんが亡くなりましたでしょ。ああ、そうですね。エベスさんね、商売繁盛ささまってこい、うん、こんな時こそやなあかんねやんか。そうだ、エベスさんが亡くなったらすごいあれですよね、うん、でも寂しいですね。ああ、そうね、でもやっぱり今自粛言われてるからこれ人が出てこないでしょう、ね、え、どうでしょう。西宮のエベスさんの福男選びもね、うんうん、中止になりましたやんか、うんうん、まあ、800人の限定で集めてはったのになくなりました、うんうん、それから今宮のエベスさんでね、うん、私今年はね、あの澤田龍一さんっていうねプロデューサーの方いらっしゃって、うん、一つの笹売りのコーナー、うん、ここでちょっと笹売れへんかって言われて、はい、ああやりますわ、うん、言ってスポンサーさん見つけたのに、うん、はい、それもペケない。あで堀川エベスさんで笹売り、これだけはねポソポソとやるらしいです。あ、そうですか、ね、お客さん限定で、はいはい、うん、あんなもんね、うん、ガーッと来るから、明日から来るからね、うん、あ、商売繁盛でさっさ持ってこい、いますね、うん、これ2、3人ってあ、しゃテレクソでやってない、ね、そうね、そうね、ほんとね、うん、そうだよね、うんうん、芸能界はどうですか、この、ね、えらいことですよ、全部仕事ありません、みんな、うん、みんなもう YouTuber になったりする、そうそう、あの個人でしてる人多いでしょ、 YouTube はね、うん、ね、うん、あのね、うん、放送、まあ、番組出てる人とか、うん、それでももう飽きませんもんね、あの収入がね、うん、
それだけになってしまうからね、芸人なんて営業っていうのがあってね、友達が東京に芸人さんやってありますけども、東京全滅やそうですわ。ほんでこの間までね、劇場で、やってた公演で、そのタレントが漫才さんですけども、楽屋でコロナが分かったんですよ。来てる全員が濃厚接触者で、あ、全員がもっかけになっちゃったわけね。劇場が閉鎖です。わね、あ、それも細々してたんですよ、200人ぐらい入るときを70人にしたり90人にしたり、はい、今天満天神繁盛亭いうのもね、お客さん半分にしてますけどね、そこはまあ、今全然そういうのは安心して入っていただけるように、換気も、でもあれ、一組二組終わったらまた戸を開けて換気して、で入るときみんなして、はい、してね、でこう寝たかって、そうそうね、あれも大変ですわ。ね、僕はもうこのワクチンワクチンとかね言われてるんだけど、あれはもし効かなかったら大変なことになるのね、来年ワクチンの効果が。ワクチンってなんかどう難しいですね。だからね、まあみんなもう、様子を見ようという意味では半分でしょう。いや、だけどかなりの数、アメリカでももう何万人とってでしょ。でも結構もう半分ね、結構人はもういろいろ様子ね、でも副作用が出てる人もあるし、副作用が出ないかどうかという。いや、まあまあ、副作用っていうのかな、どうなんでしょう。いや、あれ、あれね、あれ気持ちありますよ、気分的に。例えば、いや、だからね、この薬効きますよ、ものすごく効くんですよって飲んでね、治ったみたい。ああ、それはあるある。ありませんか。ほんで、ひょっとしたらこれ副作用あるか分かりませんよ。副作用まだはっきりしてないんですけども、プッと注射打たれて。副作用。しんどい。きっとこれは副作用だ。あるかもですね。心理的な面ね。心理的な面。もうかなりありますよ。そうだね。そうだよね。だから、どうやろうね。でも最近なんかその、編集、編集っていうの？あ、コロナが編集した。編集した。なんかアメリカで言ったり。イギリスで。イギリス、イギリス。で、もう昨日、今日来た時に、メッセージとかね。携帯で見たときに、もう日本で5人ぐらいで、あ、5人、僕は一人とかも、いや、5人だった、5人、5人、この編集のコロナが、そんなもんね、編集で引っかかった、コロナで東京で今949人かな、950人ほど今日は感染者があったっちゅうんですけど、前は少なかったですよ、昔。でも検査してる検査してる人数が増えたら増えますわ、今。そうそうそう。まあ、怖がることも必要やけども、あんまり怖がりすぎてもね、どうかなと思うんですけど。さあ、日本もね、ワクチン作ってませんか。日本で。まだ発表してない。いや、今、臨床試験っていうか、やってますでしょ、試験ね。そやから、それ、まあ、普通やったら、3、4年かかるやつを、こんだけの年齢でやってんねんから、いろいろ出てくるやろうけど。そやけども、あったら打ちますで、僕ら。ああ。どうと思いますわ。打て打て、言いますわ。勇気ありまして。私も今、同じこと考えた。勇気あるなと思って。そうかな。どなたかも。でも、でも、アメリカのくらい様子見てみたら。でも、アメリカのバイデンさん打ってましたんで。まあまあ、それはもう政治的なアピールですじゃないですか。でもね、でも私たちかかるとは決まったわけじゃないでしょう。いやいや、かかるんですよ。かかる？いや、そうそう。いや、きっとかかります。もう風邪と一緒やから。かかりますわ。インフルエンザと一緒やから。いつかはかかりませんか。いつかはかかる。それからそれを重症化するか、ワクチン打っといて、軽度で済ますか。だから免疫が全部に行き渡りゃ、そないきつにならんからね。そうですね。いや、そやけどね、まあここだけ話ですね。いいよ。ここだけ話ですよ。よそ言っていいなんだよ。普通ね、近所で、ね、近所でですよ、向こう三軒両隣やないけども、まあまあ町内会でね、町内会で、家で焚き火しててね、
と煙がねみんな充満してる、うん、もうほんならみんな謝りに来ます、すんませんな焚き火して煙が向こうに、すんまへんな、えらいすんまへんな、すんまへんなって、物事起こしたら謝りに行くのが普通でしょ、近所に、ね、このコロナのもともとは中国ですよ謝らないね謝れへんどころやお前がな、そうね、あれ謝ったらすごい訴訟が飛んでくるから、ああそれは多分、いや謝らへんかったにせよあんな大きな態度取れまっか普通そうね、中国はそういうところがありますよね、日本やったら、日本がもしかね、これが発生源やったらみんなにごめんなー悪かったね、ごめんなーって言うてるよ、あそうですか、日本やったら言うてますわ、ああでももう国際的なステージで、うん、もし謝ってたら、うん、もう国際的な訴訟が飛んでくる、特にアメリカ、アメリカもすぐ訴えるから、ああもう謝ったら、うん、もう要するに認めたっていうことだから、うん、もうすごい訴訟が飛んでくる、うん、日本やらすぐ謝る、ね、日本国内の中でやったら多分大丈夫と思うけど、うん、国際的になるとすごい、うん、それはすごいです、うん、もうそれはあんた中国から尖閣、うん、あの問題ないと思う、うん、シェイシェイ言うて言うかいぐらいじゃんから、うん、ね、うん、そんなもん日本やのうてよかったねと思うんだけど、でもこんだけ迷惑するとは、こんだけ世界に迷惑かけるとは、そうですよ ね、まあ、ね、去年今頃そんなになると思わなかったんですね、うん、もう去年の12月ぐらい、まあ、全然コロナのことなんか、ね、中国では発生してたけども、あっていうのはあったんですけど、うん、テレビでね、うん、まさか日本に入ってこんなぐちゃぐちゃになるとは、うんうん、そうですよ、うん、今年の1月にね、うん、今年の1月台湾行きまして、うん、だから、はい、もうそろそろ流行仕掛けてる頃かな、はいはい、ようかかれへんかったと思って、台湾もうその時は、台湾はしっかりしてるよ、しっかりしますね、まあ台湾に行って遊んでましたけども、うん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 、別にそんな騒がれてなかったですよ、1月ぐらいね、それからは台湾はね、この11月の終わりぐらいに、うん、もう中国でなんか発生してると、そうそう発生してる、なんか模様があって、人人感染もあると、そうで台湾はもう中国信用してないんですよ、台湾からお医者さんを送って、うん、中国に、うん、でもう調べてみてくださいよ、うん、で台湾の医者さんがもう中国に行った時に、うん、ウーハンやったっけ、うん、ウーハンね、うん、で様子を見た時にすぐもう台湾の政府にもう閉鎖してください、うん、もう、うん、もうあのそういう入れないで、もう入れないでください、ください、中国の、うん、人をね、そう、うん、中国便は全部ストップしてください、うんうんうん、日本なんかから、そうそう、春節やから共産ひどくなるやあもう共産中国からな、そうそう春節祭がバーンバンダーイ言ってこない、そうですね、それでも日本が甘かったんですよね、そうですね、すそれは、うん、だからもう感染率はもうすごい低いんですよ、うん、台湾でね、ねえしっかりしてますね、うん、やっぱりね、対応がね、遅れがこんだけひどくなるとは、まあ、政府も思えへんかったんやろうし、うん、ねえ、うん、まあまあ船が来てましたね、クルージング、あの時からもうあかんで危ないでと肝心とね、やっぱり危機管理ができん人はあきませんな、うん、危機感がなかったんですね、全く危機管理がないね、もう危機管理なやつ僕やから僕いやそんなことないです、今はすごくもう危機感を感じるよ、そうそうそう素早くなってもういろいろパチッと止めるもんね、そうそうそう、ね、あさっきもマスクのことねしましょうかっておっしゃって、ね、すごい今はあれです、いやいやいや、ほんまほんま、さあ、ほんなら来年は、うん、まず、4月ぐらい桜を見る会、うん、あ、その時新曲発表、はい、ね、あ、そうだよね、ね、いや、それね、嬉しい、ね、そう、まあ、まず最初は祇園スズメ、これを今プッシュさないかんちゃいまの、そうですね、1月の11日、門沢でか、ジャザザや、あ、ザザですね、ザザに出張りまんやろ、あ、はいはいはい、うんうん、ザザ私はね、うん、一部二部三部とあるんですよ、はいはい、その時、はい、でさ一番最後の三部、うん、はい、で4時40分からのに出させてもらいます、はい、うん、あ最後に一番いいのが出ます、はい、いやいや違います、あの遠くからの方が早く出て、遠くから来られ和歌山とかそういう方が先に、ちょっと和歌山ぐらい遠いことおまへんがな、和歌山そこでんがな、私えら田舎みたいに言うだけで和歌山私近いから最後に回されたんです、うん、思いますよ。ちゃうちゃうさん。別品が最後に。なんかお上手になってきてる。ミニスター途端に。そう私今日最後だから祇園スズメかけていい？あ、祇園スズメ。そう、祇園スズメ聞きまえな。はい、ね、お願いします。いいね。はい、それでは
北川千恵さんの、千恵さんの祇園すずめ、お聴きください、はい、よろしくどうぞ。すずめ寂しそう、どこか私に似ていると立ち止まる。ああ故郷を思えば泣けてくる。いつかは私にも幸せ来るかしら。清水坂にしとしとと雨が降る。あの約束は嘘ですか。たわむれね。愛のよ花が好きだから、すべてを信じてた私がバカなのね。祇園すずめを聞いていただきましたが、はい、来年はもっともっと、うん、頑張っていただいて、はい、新曲も、はい、今話聞いていただきましたら行さんで当たるそうでございますので、また応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。まあとにかく1月の11日だよな。はい、そうですね。ザザに、もしくはお時間がある方はお越しいただいて、はい、入場料は何本なの。2000円です。これですね。あ、これです。2000円です。2000円ですか。もう当日券はね、ないんですよ。出られる方に歌手さんにみたいな。あ、持った、それしか、北川もたりえまへんの。あります。女の人、北川さんに言うたよろしいやろ。ああ、そうです、そうです。でももうあとわずかだから。あとわずか、あとわずかや。そうです。これを見てくださってる方、2000円ですけれども、見てくださってる方に限って1枚5000円でタコなっとるやないか。どこ。いや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 、まあまあね、市場のね、今後の目標とか。目標でっかいな。来年はね、何をするか言ったらね、
私が卒業した学校があるんですけども、はい、その学校で、はい、食品を扱う人が多いんですよ。食品、食品、うん、食べ物ね、はい、例えばどんなものがあるかと言いましたら、お魚でしょ。マグロじゃないですか。あ、マグロもあります。お米もありますし、卵もいろんなものを扱ってる、食品関係の仲間があってね、交友会の食品部いうのがあるんですよ、はい、でそういう人らを集めましてね、うんうん、テレビでショッピングをやる。おお、素晴らしい、ショッピング。だから、この頃も買いに来てくれへんし、商売の、うん、でそれも、うん、大学、その学校卒業した芸人、はい、いろいろいてるんです。落語さんも4、5人いてるし、うん、たくさんおられるでしょ。マジシャンもいてるし、でそういう人に、そういう人に、その商品を紹介さすんです。ああ、なるほど。で売り上げをパーセンテージでその芸人に渡したり、うんうん、渡した。ほんなら仕事ない芸人助かりますがな。あ、そうですね。ね、うんうんうん、ほんで来年ね、その学校がね、100周年迎えますね。あ、100周年。あ、来年、再来年か。100周年迎えます。ひょっとしたら近代のことですか。そうそうそう。まあ、100周年迎えます、ね。その売り上げをね、うんうん、その100周年に寄付もしたいなと思います。うん、あ、で、いろんなこと考えてるんですよ。いいね。で、来年は、そういうことをできる、ちょっとフットワークの軽い、はい、あっち行って、こっち行って、こっち行って、あっち行って、もうあっちも行けっていうぐらいのね、フットワーク、今年はね、腰が痛い、足が痛い、こんなんやったから、来年はペッ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 と動けるようにできるようになりたいなというふうに思います。すごい前向きなあのことを聞けて嬉しいわ。それがすごくいいと思う、うん、はいはいはい、すごく人のため世のため、いやいやいいことね、いいことやね。で自分も健康になる。そうです、そうです、そう、うんうん、せやけどね、うんうん、ほんまにあの、一生懸命やったらね、うんうん、一生懸命やると努力は人を裏切らないというのがあったり、はい、付き合いは密にね、うん、あの密になってあきませんよあの集まってね、はい、で付き合い密にっていうのはね、うん、もうそう必要やなと思ったのはね、うん、ちょっと電話はせえへんかったり、ちょっと会わへんかったりでね、うん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 、あ、久しぶりだ、どないしてんのと思ったら、うん、どないしてんの、はい、亡くなったとか、病気で入院してるとかね、こんな嫌な話って嫌ですやんか。嫌です、嫌です。だからもう密にしときますね。あ、そうですね。あの友達、おい、どないしてんねんな、うんうん、元気かいな、うん、ちょ、調子悪いねん、いっぺん飲みに行こうか、いっぺんほんなら行くわ、うん、そういうのがちょっとね、うんうんうん、感覚が湧くとね、うんうんうん、ドーンというショックがあるんですよ、うん、だから来年は、うん、今年はあの密になったらあかんけど、うんうん、付き合いを密にしようと思って、ね、密にしてね密にしてね、それ付き合いを密にしてそれはいいことですね。フォワークを軽くっていうのは軽く密にして、そう、ね、これが目標ですわ、はいはい、で収入も増やしていや、この密でございます。ほんまにこの密です。い、はい、今日はもう素敵、やっぱり素敵な話を聞いて、ほんなら北川さんの来年の抱負を言ってください。抱負を。私はね、うん、元気、とりあえず元気、健康第一、うん、で歌も頑張ります、歌も頑張る、うん、でこのネットテレビも頑張ります、うん、よろしくお願いします、ね、うん、もう今日はもう14回目ですよね。そうです、14回目です。1年以上、ああそうでかいの、全然あのお話もできなくて、いやいや、だいぶ慣れてきましたよ、ね、いやいやいや、うん、ね、そうダメです。1年前ね、田口さん、ああそうでしたから、ね、もうそう1年、あ、そんなになりまんのかい、うんうん、そうですか。あ、ここで約束しました。田淵市長は来年も来てくださいます。いいですね、いいですね、いいですね、はい、私の締めくくりお願い、ね、よろしくお願いします、よろしくお願いします、もう大先輩ね、大先輩、近代だから、そうか、そうです、大先輩、あ、そうやな、大先輩やちょっとだけ、ちょっとだけ先輩やろ、いやちょっと大分先輩やわそらんた、もう50年芸歴やった、そうだね、もう70ですよ、今年すごい、うん、すごいわ、もう宝物です、素晴らしい、ありがとうございました、はい、寺子とのことでございまして、はい、そろそろ時間が来たようでございます、はい、それでは来年皆様にとりまして素晴らしい年でありますように、ますように、今日は素晴らしいゲストは田淵雄さんでした自分で言うなありがとうございました、今日はありがとうございました、また来年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。良いお年を。良いお年を。
よおっぷりしてあなた